ます、グラジエーター対田中雅人戦、8.25 コラクエンホールなんですけども、こうやって見ているとやっぱりグラジエーターのパワーといいますか、そうですね、人間離れしてるところありますからね、少し、はい、どうするか、どういう試合するかって楽しみだったんですけど、押されています。田中選手も日本人選手としてはこれはかなりパワーのある方なんですけども、それにしてもという感じですよね、はい、ただ田中が今回のディビジョンというのはですね、はい、本当にどんだけ食らいついていけるかというところですね、そうですね、まあ、大事なものですよね、そうですね、このグラジエーターのパワーを田中選手がどこまで切り崩すことができるか、一つの見どころですよね、そうですね、はい、うん、とにかくやっぱりこうどんだけ田中が踏ん張れるかっていうのは、はい、そうですね、このパワープラスとにかく動きが速い、機動力がありますね、そうですね、うん、平気で使いましたね、最近はこう試合の運び、パワーの試合運びなんですけど、耳から大きくですね、そうですね、今日のフライミングヒットです、ヘビー級ですね、このグラジエーターの、全身の筋肉というのはこれ戦ってみてどうなんですか、意外に柔らかい、柔ですね、そんなこう硬い技、硬い筋肉っていうのじゃないですか、本当に柔らかくて、いろんな技受け身が上手くなってくる、ね、筋肉の柔らかさっていうのがこの機動力とそういうものを生むんでしょうね、大仁田選手も口を素早くして言ってきたこともありますね、そうですね、だからもう技術的な分というのはまだ僕だって本当にキャリアもそんなに長くないですが、はい、追いつかないところってたくさんあるだろうと思うんですけどね、はい、気持ちの分って負けたら負けないと思うと思いますね、常に前に出てるとか、田中選手ですけど、やっぱりスタミナの消耗度というのはこれ全然違いますよね、技の一つ一つの破壊力が違ってきますから、肩でも話していると、予想以上のダメージですね、受け身を取ったつもりでもダメージを取るんですか、これです、この体がジャンガーに使うっていうのはすごいですね、しかもじゃあ発見してないと思いますけどね、さあここからスピードの後ろに落としてきました、この足もやっぱり高さが違いますよね、はい、普通に、これもまたグラジエーターの持ち合いです、反撃を返しました、むしろ自分に置き換えてみるという感じもありますか、やっぱりそうですね、やっぱり田中の試合もそうですけど、グラジエーターの部分というのは一応あるんですね、実際ですね、下手な受け方するとさっきのボディプレスだけでも、はい、十分フィニッシュを取れるような技、前はやっぱりバタバタしてたんですけど、はい、それから本当に落ち着いてこう、じっくりと相手を攻める、受けてから攻めるっていうところがあると思います、相撲でいう自分の相撲を取れるような価値を、この打たれ強さというのは一番魅力なんですけど、さあこれですね、おっと、これも難しいんですよ、ちょっとホップが甘いですね、ちょうど10分経過したところです、本当に田中の場合このエルボー一筋ですから、はい、実際このエルボーを効きますよ、もう肘だけというのに全身でぶつかってくる感じですよね、力任せですね、これ、はい、さあここから浅野の土砂の浅野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 の